どうも、のべチャンネルのてんちゃんです。ありがとうございます。本日はね、はい、珍しいことに朝からピースの前からお送りします。おはようございます。おはようございます。どうね。おはようございます。元気だな朝から。え、まあ俺には満月けど元気です、ね、俺最近疲れたまっちゃってよ。はめ年だ年。朝から元気です。え、元気です。元気があれば何でもできる。バカロとりあえず、はい、今日ね、あのうちの弟から仕事の依頼がありまして、お手伝いにやってまいりました。すいません。助かります。ね、かわいい弟だからよ、困った時は助けねえと俺もよ。助かります。あ、今日は、はい、販売機の前のガクト君、俺おじゃれえガクト。あのビリビリするおじゃな。ちょっと甘みがあって甘みがあってビリビリするおじゃな。え、バカおめえ、麦茶甘み足んねえよね。なんかおめえ炭酸飲料だおめえ。だわ、とりあえず今日何だっけ、引き取りか。そう、車を持ってきてほしかったのよ。ああ、車で車一回置いて、そう、置きながらあの車の引き取り先を。ああ、了解。したかったもんでさ。ああ、で、あの赤車じゃ付ききない分の車を私自走で持ってくるってことでね。ああ、行ってみたいと思います。じゃあ行ってまいります。事故内容にお願いします。事故内容。分かった分かった、はい、事故だけじゃねえから。疲れたらねっから。分かりました。ああ、帰ってくるまで3日くらいかかもよ。まあ、とりあえず行ってますよ。気をつけて。はい、はいよー。じゃあね、はい、関車に乗り込みましてね、今からちょっとね出発したいと思いますね。はじめはとりあえずオークション会場だな。はい、本日の運転手はガクト君でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ラーメン、はい、え、暑いな。暑いっすね。え、サマーだ、サマー。サマー、え、サマー日和。サマー日和。サマー日和。サマーデイ。サマーデイ。暑すぎるラーメン。いやいやいや、なんだこれ、エアコンバンバンじゃねえかおめえ。エアコン、え、エアコンがちょっとお前風邪ひいちゃうぞおめえ、あんまり冷やすと。いやいや、暑いから。あ、そうか。ああ、とりあえずガクト君の運転で初めオークション会場、はい、に荷物を下ろして、はい、でこの後空車になった車で荷物取り入れてくる。はい、あ、あれでした。じゃあそんな感じで、はい、ガクト君とのドライブを本日楽しみたいと思います。じゃあ運転よろしくお願いします。ほら寝てっからよ。いやね、はい、絶好調に走っております。私は今ね、カメラ止めてる時にあの朝食を取りまして、セブンイレブンのおにぎりを2つほど食べました。あとガクト君にごちそうだったあのペプシコーラ、はい、これで流し込みました。ガク君、はい、今から高速だな。そうですね、今日は福島県から飛び立っちゃうからな。そうですね。でも初めに福島市内にいいとこか。宮城の方に。宮城の方に、はい、あ、宮城に行ってこの後今度また別の目的地に向かったな。そうですね。あ、はい、じゃあどこだっけ、岩手。岩手県ですね。ああ、はい、そう、今日ガクト君と岩手県までです。はい、結構遠いな。そうですね、そこそこ3時間ちょっとかかる。あ、トラックで3時間半くらいか。ゆっくり行くかな。宮城県も経由して。そうだね、4時間だな。ああ、4時間くらいかかってます、着くまで。まあとりあえず焦らずゆっくり事故のないように向かいたいと思います。ああ、はい、まあ俺運転じゃねえけどな。宮城県の高速道路走ってるやつ。そうだ、めっちゃ。え、はい、ところでおめえ、はい、おめえの中よ、カーオーディオよ、はい、止まってたよ、さっき肌だけかかったな。はい、え、すごいな、おめえの車。叩くとダブルで叩けた。さすが旧車だな、おめえ。え、はい、昔の家庭は見たことがない。テレビでもなんでもよ、ブラウンタンテレビだ、調子悪いがバンと叩くとさ、ボボンとやばい車だ。まあとりあえず先回るって大丈夫です。あともうちょっとか。まあ宮城、とりあえず宮城の大阪会場までは、まあ、あと20分30分くらい。ああ、ここは行き慣れてるとこだべ。あ、そうですね、な、ここまでは。ああ、まあ天気もいいし、はい、最高のドライブ日和だな。そうですね。ああ、いいな。いや、甥っ子の運転に乗ってドライブするなんて、なんていい気分だおめえ。おめえだって、こんなおめえミクロの頃から知ってっかんな、おめえ。そうですね。確かに、ちょっとミクロは嘘だけど。話盛りすぎじゃん。あ、いつもの相棒聞いちゃったけどな。あ、そうですね。な、今日は獲得でや、しょうがねえ、我慢すべき。まあ、かまってんの多すぎる、俺はな。まあ、気をつけて運転してもらってください。はい、リッツはこう。はい。はいよー、今ね、ちょっとね、高速降りたとこなんですけど、なんかすごいの見つけちゃって、これ見て。よくぜはゆきちと遊んでるね、ぶって。なんだおめえの財布。
これやべえな、1万円サイクル。なんだこれは、1万円やべえサイクル、ガクト君のサイクル会社の、会社のサイクル、ガクトのじゃねえ、会社で使う俺の専用のサイクル、ガクトの会社用サイクル、会社用サイクル、高速使ったり、まあそうですね、あのご飯食べたり、はいはい、面白いねこれねなかなか俺これ売ってんの見たことだけど、はい、使ってんの見たの初めてだ。あ、でしょ。はい、皆様どうでしょうこれ。かっこいいね。見つけたらぜひみんなも買って使ってみてください。なので、お願いしますって買って使ってもいいことねえけど。最初のことだ。はいよー、じゃあね、はい、第一現場に到着しました。はじめね、宮城のオークションの方にちょっとね、今積んできた車の方を下ろしたいと思いますね。はい。1号車、はい、1号車の方はね、もう脅し終わってるやつ、早えな、早えな、はい、はい、じゃあ、ガクト君の2号車、ただいま到着したんで、今から脅します、はい、出てきたのおめえ、はい、一緒に出てきたのに、ちょっと早えな、まあ、急いで脅すから、はい、はいよー、じゃあね、はい、まあ、無事にね、関車の車ね、4台かけて下ろした、はい、4台下ろし終わりました、はい、なんで次は、今度は岩手県だな、はい、の方に向かって車の引き取りか、はい、行きたいと思います。あ、とりあえず関車2台に2台2台4台積んで俺が自走か、はい、あ、暑いですね外、暑いな外、暑いあ、とりあえず無事降ろし終わったんでなかなかの長旅でございます。あ、向かうべ、そうですね、あ、そぎちゃう行きますか一服する間もなく出てきちゃった。はい、じゃあ行きます、はい。今度は盛岡方面に向かってね、今高速乗りましたね、乗ったな、はい、え、青森盛岡って言うだった、はい、どん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 ね、南に進むわね、上がっていますね、北へ北へ進むだな、北へ北へ、北へ北へだ、前も、ピースの関車絶好調に走っております。安全運転でよろしくお願いします。はい、ゆっくりいいからな、安全だ、安全だ、はい、安全、隣の関所はいい関所だな。ちょっとおめえ、うちのドア大きいか違うな。大きいですね。大きいな。はい。じゃあ、急がず焦らずゆっくり参ります。はい。よー、今ね、高速が降りました。ガクト、目の前になんか、パチンコやった。パチンコあります。え、寄ってっちゃうか、寄ってっちゃうか。え、仕事中なんで。なに、溺れちゃうか。溺れます。ダメだ、ダメ。俺、動画撮ったらめ、お宅の社長に証拠も残ってるの、怒られちゃダメですね。あ、でもあそこでも食堂あっかもしんねえのね。わざわざ、わざわざ、わざわざ。はい、とりあえず、現場に行って、あの目的地から車積みます。はい、いいんじゃねえよ、おめ。やばいっすね。なんか招き猫か。やってきたのに、ニャンニャンって言ったの、ニーニーだよ、ニャンニャンだろ、初めて来た。初めて来た。パチンコニャンニャンって言ったの。おー、あんじゃね、はい、無事車が釣り見よって、ガクト君、はい、じゃあ帰り道に着きますか、はい、行きますか、とりあえず、腹いったからどっかでご飯食うとこめ、さっきからだけどよ、そうですね、俺動きねえや、探しますか、俺燃費悪いからよ、はい、はい、じゃあとりあえずね、無事車積み終ったんで今からね、ちょっとご飯食うとこ探しながら、あと車ガソリンとか入れなきゃダメだね、ちょっとスタンド寄って、あとご飯食うとこに行ってみます。よし、じゃあまた後で会いましょう、はい、よー、じゃあね、はい、無事に車ね、はい、関車2つとも積んだんで、私が先導車になりまして、はい、先導車になりまして、はい、まずガソリン内でスタンドに行きたいと思います。はい、はい、じゃあね、はい、とりあえず、よいしょ。はい、舞沢のパーキングね、サービスエリアの方到着しましたね。はい、うちのガクト君がね、まだちょっと来ないんで、関車でね、荷物積んでんでね、先に着いちゃいました。まあ、すぐ来ると思うんですけど、はい、それは関車車で待ちたいと思います。いやー、暑いな、岩手も運転してるのに日焼けしてきちゃうよ、これまあ、とりあえずガクト来るの待ちたいと思います。えい、あよー、じゃあね、待つこと2分、はい、到着してね、今動画止めたっけね、関車の方入ってきましたね、はい、1台入ってきて、はい、2台目、はい、学訓号もやってまいりましたね、はい、じゃあとりあえずね、揃ったんでね、はい、あとはご飯の方ね、ちょっと食べていきたいと思います ね、何なんだか楽しみに行っていきたいと思います。いやー、暑い、岩手暑いな、日焼けしちゃうこれ、運転しててね、
めちゃくちゃ暑いです。はい。多分南相馬も暑いんだね。はい。はいよー、じゃあガクト君とね、はい、前沢にね、降り立ちました。ガクト君、どうだ、今日何来るだろうね。まだ中に入ってないの、何が来るかわかんない。もう入り口からしてギューって書いてあったもん。そうですね。牛有名だからな。ああ、そっか、前沢牛。ああ、前沢牛。そんなの食うのおめえよ、自分で出せちゃいかんな。本当ですね。だからあんま竹の子に、はい、とりあえず何やっか、はい、レストランで食っちゃおうべ。腹減った、腹減ったな。はい、はい、はい、ガクト君、中に来ましたね、レストラン、はい、3時までギリギリ間に合ったわ。ギリギリです。はい、ところでこれがメニューなんですけど、やっぱこう来たら前沢牛食べって言ったっけ。いじまいします。とんでもないのがこれ食ったらおめえおぼれになります。ニットなくなっちゃう。とりあえず標準的なお昼ご飯食べたいと思います。よー、ガクト君、おい、ガクト君、これ、お前勘弁してこれでしたからな、今日な。じゃあ、ハンバーグな。十分です、十分です。一応来たからな、前さん牛食うってことでな。うまそうだ、うまそうだ。で、ガクトがこれのデミな、デミ、はい、デミセット、はい、俺が和風、オッケーか。はい、はい、しかもご飯大盛り、うん、たまんねえな。はい、楽しみに待ちたいと思います。いつもだったらな、容赦しねえこの辺行っちゃうんだけど、マジか、今日勘弁しちゃったよ。勘弁してください。勘弁してください。はい、よーわ、じゃあ、かっこいい、汚なおめえ、これおめえ、おめえがデミグラスソース、俺の和風だから大根のかつ、はい、まあそのね、ジューってやれ、ジューって。ところでや、今運んできたお姉さんの手をわざわざ触ってやった俺。すいません、立ちから若さです。来たからどこまで言っても最低です。最低です。また最低つけて竹尻読む。じゃあ冷めないうちに食べたいと思います。はい。はい、お腹すいたあまりも動画もあったんで食ってましたけど、ガク、うめえな。うまいっすね。マイサキュー。マイサキュー、うめえだね。米もうめえな。うまい。え、米もうまいし、水もうまいし、牛もうまいし、サラダもうまいし、なんかちょっとみかん風味のドレッシングですよ。なあ、わかめスーパーもあるのでいいな。あ、うめえ、そうです、うん、はい、はい、とりあえず意地もつかずに食ってます。はい、よー、じゃあね、無事に完食いたしました。美味しかったな、うわ、美味しかった、ね、さっきこの皿舐める気してたべ。やけどチュッとだおめえ、まだ熱々だからね、これおめえ。そうっすね、ペロペタってくっついちゃう。はい、とりあえずね、お腹いっぱいになったんでね、ちょっと一服して俺から車で戻りたいと思います。俺先帰ったんだ今日、うん、おめえはゆっくり行こう、危ねえから。またおんちゃんは先帰るから。よし、いいんじゃろ。はい、ガクくん、おめえレストランのよ椅子よ、うん、めちゃくちゃ重かったべ、うん、重かった。座る気してこうってよ、引っ張った時大きなったんだな。重くて、なあ、なんかこの南部鉄筋有名だから南部鉄でできてるってよ。なるほど、そりゃ重いよな。やけに重かったですね。ああ、びっくりしたよ、あんな重い椅子初めてだおめえ。あれびっくりした。重量感ある椅子でございました。ああ、とりあえずはい、腹もいっぺんだし、ちょっと休憩してかけてね。そうですね、もっと湯気出てきたね。触ってみる。あべ、いや、ちょっと温かくない。熱くないです。何でもチャレンジだわ。チャレンジ。あよー、じゃあね、休憩終わってね、はい、ガクくん、お土産買ったな。あれ、岩手の恋人。岩手の恋人、なんか見たことあるようなパッケージだけどな、これ。ですね。よく見るよな、こういうのな。なんとかの恋人ってよく見るよな、お土産の定番。お土産の定番、とりあえずこれとエナジードリンク買ったんで。じゃあ、あと、はい、ああ、とりあえず帰っからよ。帰りますか。あとゆっくり帰ってこう、はい、俺もゆっくり帰っから先に。わかりました。じゃあ、多分あの、ビズビズになるんで、なるべく同じくらいには帰るけど。そうですね。じゃあ先に私はさっさと帰ります。よー、じゃあね、車に乗り込んだんでね、はい、出発したいと思います。はい、ガクト君たちも車に乗り込みだ、乗り込んだようですね。じゃあ、あとは運転しながらなんで動画回せないんで、とりあえずピースの方まで直行で行ってきます。はいはい、じゃあね、ピースの方に到着しました、無事に。疲れたよ、はい、とりあえずね、関所の方まだ来ないんでね、先事務所に行きたいと思います。おー、じゃあ事務所行きたっけ、来ました。あ、でも、はいはい、お疲れ様です。いや、疲れたね、肩もめ、肩疲れたね、疲れたわね、あめ、俺過労、俺過労だよ、もう倒れちゃう。遠いところまでありがとうございました。しょうがねえ、ありがとうございました。かわいい弟のたまにじゃんな。助かりました。俺今日夜仕事っからよ、これ今からやんの。ほんでだって普通に仕事だもん、今日。あ、そうか、今日昼間も仕事だけど、お兄ちゃん頼んできたんだね。大変だな、じゃあ。まあ、ガクト来ねえけど、とりあえず私仕事だって急いで戻らなきゃなんで、無事に、まあ、車持ってきたんで。ありがとうございます。あとはまあやって、まあ調子いいっけ、これ
まあね、全然パンパン、輸出向け、あ、輸出向けな、輸出向け、ああ国内で乗っても問題ないような車だけど、ね、ああ足代わりにはちょうどいいの、これ燃費もいいし、ただやっぱ距離してからバッテリーよってな、走行距離見た21万、すごいでしょ、ああでもEV だけで走ると2キロぐらいしか走んないけど、ああエコモードにして走ればリッター20ちょっと走ったけど、ああやっぱいいねじゃね、高速だったけどな、さすがプリウスだ、さすがプリウス、全然バンバンだもん、ね、うん、俺が欲しいくれじゃん。もらってやってもいいか。まあ、とりあえず、無事に着いたんでね、あとは車を渡して帰ります。まあ、ガクト待ってるんじゃねえかね。じゃあ、そういうことで、本日はピースのお手伝いでございました、はい。また見てください。ピースチャンネルも見てください。よし、じゃあまた皆さん参りましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。